皆さんご機嫌ですか？どうもティーボーです。漫画ティーボー昔話。昔々あるところにおばあさんとクソジジイが住んでおった。大変働き者だったおばあさんとは対照的にクソジジイは働きもせず昼間から酒ばかり飲んでおった。そんなある日、いよいよおばあさんの怒りが限界に達し、クソジジイに説教をした。おじいさんや、あたしは朝から晩まで毎日働いておるのに、あなたと言ったら何ですか。毎日お酒ばかり飲んで、スマホのゲームで課金ばかりして、夜はザジンでシース、パイオツカイデーのチャンネーと朝までクラブでパーイーピーポー、あたしはもう限界ですよ。ちょまそんなん言われっとテンションぶち下がりなんですけど、マジマジなんですけど。そういうわけでして、あんたには死んでもらいます。ちょまマジでプチョ変座なんですけど、ちょ今オレっちへ FX でマンジ稼いでるから、もううちらこれから楽して生きていけるか。ギョエー、成仏あげあげー。それからおばあさんは樹海にクソジジイを埋めた。そして遺品を整理しているとクソジジイの通帳が出てきよった。なんとそこには数億円の大金が入っておった。クソジジイの言っていた FX で稼いでいるというのはなんと本当のことじゃったのだ。大金を手にしたおばあさん、クソジジイを殺めてしまったことを後悔し、数えきれぬほどの夜に枕を濡らした。しかしおばあさんは決してクソジジイの墓を作ってやることはなかった。なぜかって、それはクソジジイの人生が儚い人生だったからだそうな。というわけで今回は切なすぎるウルトラマンの怪獣のエピソードに突っ込んでいきたいと思います。ウルトラマンといえば、歴代ウルトラマンたちの魅力もそうですが、アルタン星人なんてそこら辺のウルトラマンより有名なんじゃないでしょうか。他にもいろんな怪獣がいて、彼らがウルトラマンシリーズの人気を支えていると言っても過言ではないでしょう。そんな怪獣たちにはそれぞれ様々なエピソードがあるんですが、中にはとんでもなく切ないエピソードを持った怪獣がいるんです。まずはこちら、ジャミラ。一度見たら脳裏に焼き付くような印象的な見た目ですよね。実はこの怪獣、元宇宙飛行士、そう人間なんです。とある惑星に墜落してなんとか生き延びたんですが、そこは水のない惑星。その環境に適応して生きていくためにジャミラは怪獣へと変貌したんです。しかし母国はその事件を隠蔽します。見捨てられたジャミラは宇宙船を修理し地球へ復讐にやってくるのです。しかしウルトラマンのウルトラ水流に耐えきれず敗北。あれだけ求めていた水によって絶命するという悲惨な最後を遂げるんです。いや悲しすぎるだろうが。まあ確かに復讐っていう理由で地球を壊そうとしたジャミラは加害者ですけれども、ジャミラを見捨てた人間もまた加害者であるのです。どうにか共存していく方法はなかったんでしょうか。人間は勝手すぎませんか。ゴキブリだってそう、同じ命なのにただいるだけで殺される。人間は何様のつもりなんだ。みんな同じ命生きてるんだよ。うん、いやこれは無理だな。キモいもんな。ゴキブリも家だな。ゴキブリ家に出てきたらそりゃ殺すわ。続きましてはゴモラ。うん、そんなにキモくないぞ。こいつはね、古代怪獣でして、ただとある島の岩山の中で眠っていただけなんです。もともとおとなしいやつなんですけど、人間が万博の展示品にするとか言って麻酔をかけて連れ出したわけです。だけど途中で麻酔が切れて、ずっとおとなしかったのに凶暴性が復活してしまうんですよね。これはもう完全に人間が悪いですよね。そしてウルトラマンがやってくるわけですよ。お前何暴れとんねん、くらえ、ピシャー、うりゃー。いやゴモラ何も悪いことしてないじゃん。いきなり麻酔かけられたらそりゃ怒るよ。怒んないのは麻酔に関して特別な訓練を積んだあの人だけだよ。本当にウルトラマンが守るべきものは怪獣なのかそれとも人間なのか考えさせられる話ですね。最後はこちら、ムルチ。
魚が環境汚染によって突然変異で生まれた怪獣でございます。もうこの時点で環境を汚す人間が悪いよね。メイツ星人という気象観測のために訪れた善良な宇宙人がいるんですが、この宇宙人がムルチを封印していたんですね。それなのに宇宙人というだけで殺されてしまったメイツ星人、封印が解けたムルチが暴れ出すわけです。ウルトラマンも人間に対してさすがに疑問を抱きます。複雑な気持ちの中ムルチをやっつけるわけです。後味が悪すぎる。もはやこれ子供向けの特選ものじゃないよね。道徳の教科書に載ってもいいくらい考えさせられるものだよ。なんて悲しい物語なんだ。ちなみに2代目ムルチもいるんですけれども、誤ってムルチは怪獣に頭突きをしてしまうんですね。そんでブチ切れた怪獣がムルチをぶっ殺すっていう、なんとも悲惨な展開なわけです。どんだけムルチの扱いひどいんだよ。ガチで切なくなるよねこれ。以上、切なすぎるウルトラマンの怪獣に突っ込んでみました。よく人間は厄払いとかいう儀式をするじゃないですか。僕ね、たまに思うんですよ。人間自体が厄なんじゃないかなって。人間一人一人がたった一つしかないこの地球という星で共存していくということを考え続けなければいけないなと思うわけです。